思い出のガンプラキットレビュー集。ハイグレードユニバーサルセンチュリー。ゾゴック。ユニコーンバージョン。宇宙世紀96年。ラプラスの箱をめぐる騒乱が地球上に波及し、ジオン公国軍3党、ヨンムカークスの呼びかけによって、連邦政府首都、ダカールがジオン3党軍によって戦火に見舞われる。さらに、ユニコーンが示した一座標であるトリントン基地への攻撃には、ジオン軍の古参兵も多数が参戦したという。ウンバボンバー。ゾゴックは、OVA、機動戦士ガンダムユニコーンに登場する、ジオン三島軍の水陸両用モビルスーツなのでおます。かつて、一年戦争時にジオン公国軍が開発したゾゴックの派生機ながら、スーパーロボットさながらの肉弾戦を得意とする謎の多いモビルスーツは、ラプラス事変に至る十数年にわたり、回収されながら使われ続けた機体だったのでございます。そうだ、その通り。アニメ本編では、エピソード4、重力の井戸の底でにて登場。劇中に登場した機体は、腹部のワイドカッターがオミットされた代わりに、排熱機能を重視してダクトに換装されている点から、おそらく、回収されてジェネレータの出力が上がった結果という解釈なのに違えねえ。ぶっちゃけ、ジオノグラフィー版とあんまし変わらないもんで、被弾率が高い部位にダクトを増設するのはありえないという、ガノタの評価もそのままなのだと言っとこう、丸。特筆すべきは、頭部のブーメランカッターと腕部のアームパンチに加え、本作では、ヒートソードとシュツルムファウストを携行し、これらを用いて、激しい動きでドッタンバッタン大騒ぎしてくれちゃうのですよ。まあ素敵。アニメ版のガンダムユニコーンでは、ヨンムカークス率いる、ジオン三島軍によるトリントン基地への攻撃に参加。防衛部隊のジム2に対し、ヒートソードとシュツルムファウストを駆使して、立て続けに2機を撃破。そんでもって、沢を破壊された状態で、難敵、バイアランカスタムと交戦。ここで、貴重なブーメランカッターの射出シーンをぶちかまし、この攻撃は、味方のカプールを盾にされて防がれるも、スイカに包丁が刺さるかのように、ガンダリウム合金の二重装甲を誇るカプールにブーメランカッターが刺さる様に、多くの視聴者が驚愕したのは語り草。その後、援護に入ったゼイズールにヒートソードを渡して撤退し、以後、本編には登場しないのでしたとさ。そうかそうか、よかったね。だが、しかーし、2013年7月、機動戦士ガンダムオンラインにて、後に言う、ゾゴック事件が勃発。デラックスガシャコン第7弾で実装された新機体は、どれもこれもがぶっ壊れており、特に、ゾゴックのブーメランカッターが、鬼弾速とホーミングで避けられない。シールドを貫通してダメージを与えてくる。などの世も末な書き込みが相次いだのだよ初見さん。当時、色物と思われてスルーされていたユニットは、実は、最悪のぶっ壊れ機体だったので、この祭りに参加できなかったジオン勢が、俺もガシャやってやなぁと後悔したものだとダチが言うのよ、アホンダラ。そう、機体性能は平均並みでも、突出した攻撃性能で敵を圧倒、シュツルムファウストで炙り出し、回避が難しいブーメランカッターでとどめを刺すという戦法で、多くの連邦ユニットを血祭りに上げたのですよ。パナイネー。この状況に対して運営は、キャンのバグを修正するも、その際、ゾゴックのブーメランカッターのバグを修正しなかったのが、方々の議論を醸したもんざいもん。これは、シールドを貫通する新仕様なのではないか？神兵装、来たー。てな感じでジオン勢は盛り上がり、金に糸目をつけずに課金してゾゴックを入手し、勢いに乗って連邦軍を圧倒、この世の春を浮かしたのは周知の通り。ところがギッチョン、およそ1日ほどが経過した頃、運営によって、ブーメランカッター命中時にシールド防御が発動しない不具合やら、ブーメランカッターが異常な弾速で飛んでいる不具合に加え、ゾゴックの当たり判定の不具合の修正が行われたのだけれどもね。なぜだか、ゾゴックのブーメランカッターは、ぶっ壊れ性能のままだったのですよ。わけわかめ。おまけに、ゾゴックの設計図を入手していたプレイヤーに、運営サイドから大量のお詫び配布がなされたのですよ。おめでたう。これを用いて、ジオン勢がゾゴックの大量配備に成功し、なんやかんやで、戦力ゲージが逆転。連邦勢が誇る、プロトタイプガンダムを無火力で圧倒する事態へと発展し、実装されたばかりのベルファストマップは、いろんな意味で赤く染まった。これらの状況をもって、他のユニットが置いてけぼりを食らい、多くのユーザーが、ガンオンから去っていったと伝わっているのでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は2013年9月、HGUC から、機動戦士ガンダムユニコーンに登場したジオン三島軍のモビルスーツ、ゾゴック、ユニコーンバージョンが発売される。かつて、富の目も由来の試作モビルスーツとして人気を博した機体は、平成の時代にジュアップとともに復活し、これは奇跡だと、古参のモデラーに言わしめたという。キットの値段は1700円。
2013年9月に発売されたキットだよん。OVA、機動戦士ガンダムユニコーンのエピソード4、重力の井戸の底でに登場して活躍したゾゴックが、ユニコーンバージョンでついにキット化。現在のところ、通常仕様の HGUC での、水陸両用モビルスーツの最終キットという存在は、シャア専用機っぽい機体色も受けて、何気に人気のガンプラなのでございます。メイキット、来たー。武器は、頭部のブーメランカッターのほか、手持ち武器として、シュツルムハウストとヒートソードが付属。ブーメランカッターは10機付属し、その全てを頭部に収納できちゃう優れもの。ブーメランなんつってもね、別に戻ってくるわけじゃないのが意味不。まあ、ブーメランみてえな形なんだろってのが昭和の認識なのは当然しかり。その点から鑑みれば、当時でブーメランつったら、西城秀樹のブーメランストリートなのだよ、こんちくしょう。シュツルムハウストは2機付属し、マウント用のパーツを介して腰部に装着可能だよん。ヒートソードは、通常の刀身の他に、赤熱化を再現するためのクリアパーツの刀身がついているのだけども、ツバの部分も含めて塗装が必須の仕様なのですよ。まあ、この部分はクリアパーツが欲しいという人もいれば、クリアパーツのはずがないという人もいるだろうし、判断を、キットのユーザーに委ねたものと解釈すべきなんじゃないかいな。でもって、前腕のアームパンチ機構は、差し替えパーツによって再現する仕様。ハンドパーツは、拳状のものと持ち手がそれぞれ両手分付属。その他、色分け用のホイールシールが付いているのでございます。キットは、2013年頃のフォーマットを実装。ABS は未使用、パーツを外しやすいくさびゲートや、新機軸の関節構造などを実装し、やや粗い部分もあるけども、パーツの色分け成形が優秀で、すぐにでも見栄えの良さが光る仕様が素敵すぎ。ギミックなどは、かつて発売されていたジオノグラフィーを彷彿させる仕様で、クリアパーツの多さなど、贅沢な作りが嬉しいキットなんどすえ。プロポーションとしては、ゾゴックが持つマッシブなイメージを維持しながらも、劇中の演出に近いポーズを取れる点が秀逸。旧キットが赤と白のツートンだったのに対し、赤と黒のツートンに変わった影響により、極めて重厚なイメージに変貌した点も評価すべき点ですな。ギミックとしては、頭部のモノアイがボールジョイントで稼働、モノアイカバーがクリアパーツで再現されているのを含め、モノアイ周辺の処理はいい感じなのが嬉しいね。材質的には、ABS を使用せず、スチロールとポリパーツで完結しているため、HGUC のズゴックのように、関節が緩く感じる部分がないのも特徴。腕部などは、ポリキャップ式のボールジョイントでの接続で、前腕の伸縮ギミックは差し替えで再現されておりますな。ただし、あくまで、ゾゴックのイメージを損なわないパーツ構造で完結していると思われ、各部関節の稼働は必要最低限と言うべきなんどすえ。特に、構造上、足首の稼働範囲は広くない上、バックパックから伸びる動力ケーブルを腰部に固定する仕様上、腰の関節の稼働に制限があるのよね。これは、かつてのガンプラブーム時に、ガンプラにするモビルスーツのネタがなくなったバンダイさんが、苦肉の策として、アニメに登場するはずだったモビルスーツとして、富の運対象のラフ案をもとに、大河原国夫先生にデザインを発注した際、キットの売りとして、オリジナルのランドセルを追加したのだけれどもね。なぜだかゾゴックのランドセルは、当時の目線でも変わったデザインだったのだけど、別に不都合もなかったもんで、長いことそのままだったせいもあったりするのよみなのしゅう。そうだっけ？ぶっちゃけ、富の目も由来のモビルスーツは、当時の目線で見ても、個性派揃いというか、際物だったのは間違いねえ。でもね、まあ、なんだ。新番組が始まってもね、最初の時期は、主人公やらロボットやらを、かっこ悪いと思っているのが当時の常。それが見慣れるうちに、かっこよく見えてくるのが不思議、まか不思議。何せ、ガンダムだって最初の頃は、親父の足みてえできしょいとみんな言ってましたですからに。それが、なんやかんやでハマっちまって、現在進行形で好きなやつもいれば、こんなデザインありえねえと、嫌っているやつも存在するのが世の中ってものですな。少なくとも、試作メカシリーズは、ガンプラブームの頃は人気で、馴染みのおもちゃ屋のじいちゃんも、これよく売れてるよって言ってたのよな。その2、3期くらい後じいさんが死んじゃって、代わりに店に来た娘さんも売れてるって言ってたもんで、まあ、売れてたんじゃないかいな。とにもかくにも、HGUC では、8年くらい新規の水陸両用モビルスーツのキットが発売されていないのが現状。夏にジオン水泳部のキットが作りたくなるモデラーのために、生産ラインを開けてくれても、バチは当たらねえかと思ったりする今日この頃。モデラー目線では、相も変わらぬスーパーロボット体型なので、スパロボ系の素材に使えるのも売りの一つ。何せ、胸に V 字のブーメランでもつけて、頭もつければ、普通にスーパーロボットに見えますからに。実は、こないだのグレンラガンのレビューの時に、グレンのネタにしようとして用意したのだけど、忙しくなったので使わなかったのでござんすよ。はい。おすすめ。